こんにちは、平石彩子です。北風が冷たい季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今回は11月4日から一般公開が始まった大沢の里古民家の見どころや特徴などを現地リポートでご紹介します。また後半では11月3日に三鷹図書館で開催された第5回図書館フェスタの模様も合わせてお伝えします。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それでは初めに、11月4日から一般公開が始まった大沢の里古民家についてです。自然豊かな里山の風景が広がる野川沿いに立つ大沢の里古民家は、明治時代の末期に作られた建物で、昭和の中頃までわさび栽培や養蚕を営んでいた農家の母屋として使われていました。三鷹市では市の指定有形文化財でもあるこの古民家に触れることで、当時の人々の暮らしの様子を市民に広く知ってもらおうと、平成28年度から建物の復元整備工事を進め、この度大沢の里古民家として一般公開する運びとなりました。11月4日に現地で行われた開館記念式典には、清原市長をはじめ市の関係者や市民ボランティア、地域の方々など大勢の人たちが参列し、大沢の里に新たに開館した懐かしい古民家の誕生を祝いました。ということで、早速三鷹市の西部野川沿いに広がる大沢の里にやってきました。この一帯には武蔵野の雑木林や国分寺外線の湧き水、ホタルの生息する湿生花園などがあり、都内とは思えない豊かな緑と水に恵まれたエリアです。またこの近くには縄文時代の遺跡や古墳時代の出山桶壺や江戸時代に作られた日本でも有数の水車シングルマなど、貴重な文化財も数多く見ることができます。こうした大沢の里に、この度新たな施設として大沢の里古民家がオープンしたということで、早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは、平石です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらが一般公開が始まった古民家ですね、はい。この辺りは本当に豊かな緑に囲まれていて、そうした風景にもマッチしていて、とても素敵ですね。この民家は明治35年に建てられてまして、昭和55年頃まで約80年間にわたり使われていました。平成19年に元の持ち主の箕輪さんから市に寄贈をいただきまして、周辺環境の整備を含めてこの度復元整備工事が終わりまして、一般公開となったものです。100年以上も昔の建物を復元するというのは、いろいろと大変だったのではないでしょうか。はい、古い建物なので、できるだけ丁寧に解体して元の部材をできるだけ使うようにしました。復元整備っていうのは、寺社ですとか豪農の家を復元する例が多いのですけれども、こうした一般の農家を復元整備する例はあまり例がないのではないかと思います。何はともあれ、ご案内しましょう。はい、お願いします。土間になっている入り口を入ると、こちらが居住スペースです。広間、座敷、奥座敷、お勝手と4つの部屋が漢字の田んぼの田の字のようになってまして、これは四つ間取りという当時の農家の典型的な間取りです。どの部屋も大きな戸で仕切られているだけで、部屋を壁で仕切る現代の私たちの住まいとは随分違うんですね。そうなんです。それに柱や壁が少ないからでしょうか、こちらの梁本当に太くて立派ですね。はい、このガラスもまた懐かしい感じ。
この部屋の東側からはわさび田がとてもよく見えます。このハケと呼ばれる国分寺街線沿いには湧き水がとっても豊富なので、豊富な湧き水を利用してわさび栽培が200年ほど前から盛んに行われてました。この建物の持ち主だった箕輪家の初代当主が郷土の伊勢からわさびの苗を持ってきてここで栽培を始めたそうで、今ではとても貴重なわさびの品種と言われています。当時江戸の町では刺身がブームになっていたようで、その薬味として欠かせないわさびを箕輪家では魚河岸に直接おろすことでわさびの商売が盛んになっていたそうです。そうなんですか。大切なわさび田のすぐ隣に家を建て仕事第一で暮らしていたことが伺えますね。ちょっと面白いものをお見せしましょう。はい、ここにビー玉を置くと必ずこちら側に転がっていくんですね。土間が東から西に向かって微妙に傾いているんです。これは地形の関係か何かなんですか？湧き水が豊富なので家の周りに水路を作っていて、その水路がわさび田からずっと続いているんですね。その同じ傾斜を家の中に持ち込んでいるんです。へー、工夫されてるんですね。農業を営むために住まいにはいろんな工夫がされているんですが、ちょっとこの上を見てください。あ、屋根裏が見えますね。へー、銅板葺きの屋根の内側ってこういう風になってるんですね。箕輪家ではわさび栽培とともに養蚕も手掛けていまして、20畳以上ある広さの天井裏は蚕を飼うためのスペースでした。屋根の上についている煙出しも煙に弱い蚕のためにつけられていたそうです。そうなんですか。住んでいる人のためではなく養蚕のための煙出しだったわけですね。この建物は100年以上前のものを柱の一本や釘の一本一本丁寧に解体しながら補修を加えて復元しているんですけれども、その過程でいろんなことが分かってきました。土台は固めた地面に礎石を並べ、この上に柱を立てていますが、柱と石がぴったりと合うように一本一本底の形を違え丁寧に作っています。あるいはまた壁も竹を縄で格子状に編み、この上に土を塗っているのですが、竹の編み方が場所によって違うので、近所の農家の人たちがみんなで手助けして建てたのではないかと推測されます。ゆいと呼ばれるような近所の人たち同士の助け合いの習わしが当時も行われていたのかもしれません。来た時はなんだかどこか懐かしい雰囲気の建物だなという印象だったのですが、お話を伺っていくうちにどんどん興味が湧いてきてとってもためになりました。今後は毎週土曜日を中心にいろんな講座や体験学習なども行う予定ですので、またぜひ来ていただきたいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそ。大沢の里古民家は大沢2丁目の大沢の里公園内、三鷹駅からは車返し団地行き、榊原記念病院行き、朝日町3丁目行きの各路線バス、または三鷹シティバス三鷹台飛行場ルートで龍源寺バス停下車徒歩5分のところにあります。入館料は200円で中学生以下は無料。開館時間は午前10時から午後4時までで、火曜日が休館です。お問い合わせは障害学習課へどうぞ。それでは続いて11月3日に三鷹図書館で開催された第5回図書館フェスタの模様をご覧いただきましょう。本で遊ぼう、人とつながろうを合言葉に、三鷹図書館で毎年開催されているこのイベントも今回で5年目。人気の古本一箱市をはじめ、さまざまなイベントプログラムが用意されました。図書館の中庭を会場に行われるガーデンミュージックでは、コーヒーを片手にジャズの演奏を楽しんだり、ワークショップに参加してみんなで思い思いに切り絵を楽しんだり、こちらでは三鷹図書館サポーターの皆さんが本の修理屋さんとして大活躍です。
さらに午後2時半からは三鷹図書館図書部によるビブリオバトルが行われました。参加者がおすすめの本を一人ずつ紹介し、より多くの感染者に読みたいと思わせた人が勝ちとなる書評合戦です。参加者の熱のこもったプレゼンに会場も大盛り上がりです。それでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは、三鷹市長の清原恵子です。秋深まり、立冬も過ぎ、いよいよ寒さが日ごとに増す頃となりました。皆様いかがお過ごしですか。さて三鷹市では、何よりも市民の皆様が地域で生き生きと暮らしていただくために、コミュニティ創生の取り組みの重要な一つとして地域ケアネットワーク作りを進めています。最初にスタートしたのが平成16年2004年井の頭地区での取り組みでした。7つのコミュニティ住区それぞれに医師会、歯科医師会、薬剤師会の皆様や住民協議会、町会自治会、そして子育ての取り組みをしている団体や障害者の支援をしていただいている団体、地域それぞれ横につながり、まさに市民の皆様の暮らしを共助で支える仕組みづくりです。今年は新川中原地区で平成20年生まれたケアネットワークが10周年を迎えています。そして平成21年の2月に生まれた西三鷹の取り組みも10周年を迎えています。この10年間ケアネットの皆様はまさに高齢者の皆様に寄り添い、そして子育て中の保護者の皆様に寄り添い、いつでも気軽に相談できるサロンの開催、さらには楽しいお祭りやクリスマス会などを催すことで、まさに地域の皆様が顔と名前の分かる関係を築き上げてくださっています。何よりもお一人お一人が、たとえ一人暮らしであっても、あるいは各家族であっても、三鷹市に住んでいる限り、いつでも暮らしの上で福祉の課題で悩んでいるとき、相談できるケアネットがあることはかけがえのないことだと思います。皆様、7つのコミュニティ住区、7つのコミュニティセンターでケアネットの取り組みが進んでいます。どうぞお気軽にサロンや、あるいは催しに参加してください。そしてこの町三鷹で住み続けたい、安心して住める、そうした支え合いに加わっていただければと思います。寒さが増し、火を使うことも多くなりました。皆様、火災予防にもどうぞご留意ください。それではまたお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、11月も半ばを過ぎ、季節はもう冬の訪れです。寒い時期の食卓といえば、やはり一番人気は鍋料理ではないでしょうか。ほかほかお鍋で温まりたいですね。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。